というわけで日本語読めないタク、今年の夏コミ1日目西34地区アブロックアで出ます。壁沢だよ、わーい。というわけで、この動画は8月11日の夏コミで何を出すかの告知動画になります。まずは新刊、神話生物専門金融、クプルフのシナリオ本になります。人数は1位4人用。想定プレイ時間は4時間。推奨技能はシナリオ開始後に公開され、ギミックにより増やすことができます。内容は金を返さない神話生物たちの拠点へ行って差し押さえするシナリオです。こちらはそのうち読めないタクでやったリプレイ動画も投稿予定なので、ぜひそちらをご覧ください。DL 版はすでに BOOT にて発売しております。で、新刊以外はこんな感じです。超会議で反復した犯人は俺じゃない、不妊ガス拡張パックを夏コミでも持っていきます。通常版も増刷したので持っていきます。こちら物理版の方も BOOT にて通販開始したので、会場行けないよって人はどちらでもぜひ、あと区間をいろいろ持っていきます。で、最後に柔らかボルコフチョコマシュマロも反復します。こちら結婚したんで、引き出物的に来た人全員にお渡ししようかと思ってたんですが、単価的にそれをしたら破産することが判明したので、引き出物とかじゃなくて普通に反復します。というわけで今回の読めないタクの夏コミはこんな感じ。皆さんお待ちしてますね。私も基本ブースにいるので来たら結婚指輪を見せつけます。